現在9時前。この、いいでしょ、これ。頑丈な時計。で、いいでしょ。あったかいし、冬に最適。で、これから行くのはね、教習所に行きます。自動二輪大型。今、中型持ってるんですけど、限定解除の講習で取ろうということで。で、大体7万円ぐらいでね、6万8000円かな、税込み。うん。で、取れるみたいですね。大阪安いんだな。で、どんな状況か。事前審査とかがあるんですよね、体力あるかないかで。行ってみたいと思います。目的は大阪港教習所といってね、天保山の方です。はい。でね、ちょうどね、私のこの V100 ね、自賠責保険が、今年、来年の3月に消える、あと1年なんですね。で、その時もう買い替えちゃおうかと思って、もう正直言って十何年乗ったんだろう。もうね、もう通せなく乗ってる。ダメだわ、これね。通せなくダメ。で、ちゃんと手袋を用意して、ね、手袋ね。で、向かいます。はい、教習所に来てます。はい、自動二輪の大型を取ろうと思ってやってきました。はい、ここはね、安いんですよ。安い。場所はね、弁天町の近くの教習所。で、二輪と四輪のコースが分かれていて、ほんと親切設計ですよね。はい。ちょうど4月になったので、空いてるかなと思って来ました。高台から待って見てみよう。これは車のコースね。で、ただね、この教習所はね、教官が鬼軍曹みたいなのがいっぱいいるってね、なんかネット記事に書いてあったな。それ本当なのかな、今の時代にね。はい、こうやって見るとガーンと踏まれてることなさそうだな。で、私はまあ普通免許を持って、自動人中型を持ってるんで別にいいんですけどね。では行けるかどうか行ってみましょう。で、大型ね、ぜひ撮ってみたい、乗ってみたいですね。はい、説明を受けてきたんですけど、今入校しても2ヶ月待ちだそうです。で、この安心パックって書いてあるのは、追加料金ないわけではなくて、12時間で卒業のところ倍の24時間まではいいらしいんですね。で、それを超えると1時間3300円とかかるらしいですね。いや、いや、中型免許持ってるからいらねえかな、そんなんじゃ。まあ、大型自動二輪免許を取るっていうのは、教師始まってますね。えらい大変だってことですね。簡単に取られないということが分かりました。うん、中型でいいや。ね。400まで乗れれば日本の道十分だろう。ということでした。